三菱、コルト1000。コルト1000は、三菱自動車工業の前身である、新三菱重工業。後に、三菱重工業が製造、販売していた自動車である。本校では、改良型であるコルト1100、コルト1200、コルト1500についても記述する。1963年、昭和38年7月、従来のコルト600の上位車種として登場。 当時流行のフラットデッキスタイルを備えた三菱発の4度ダンであった。ジープの国産化やシルバーピジョンスクーターなどから小型車生産に携わるようになった名古屋市、大江の名古屋自動車製作所及び京都市の京都製作所を中心とした開発グループの手になるモルである。同じ新三菱系ながらオート三輪、トラック、水島の開発。 生産を起源とする岡山県の水島自動車、製作所の製品、軽自動車の初代ミニカ、ニストロークエンジン車のコルト800とは、完全に別系統のモデルであった。当初1000でスタートし、2年後には、デボネアとの格差を埋めるために1500シリーズを追加。1000は、後に排気量をアップし1100シリーズに移行する。1968年、 昭和43年5月にはニューコルトとして同一ボディの1200、1500シリーズに収束する。後期にはコルトシリーズ初の本格的ホットモデル1500スーパースポーツ SS が存在したこともあった。堅実な設計だが特徴の薄い小型セダンで1960年代中期に盛んであった競合メーカー各社の新車構成の中では さしたる成績を収めるには至らなかった。1969年、昭和44年のコルトギャランの登場により、コルトは1200のみに整理されたが、しばらくの間細々と販売されていた。本社をベースにしたピックアップトラック、コルトトラックも製造販売されていた。1963年、昭和38年7月、発売。 三菱初の量産型4度ダンで、また、K43 型と命名された、オフ、直列4気筒の水冷エンジンも、三菱の量産乗用車用としては、初のものである。最高出力 51PS 最高速度時速 125km デザインは、初代デボネアに先行して、ゼネラルモーターズ出身のハンス・エス・ブレッツナーが、関与している。1964年、 昭和39年5月、鈴鹿サーキットで行われた第2回日本グランプリ、自動車レース、ツーリングカー T3 部門に参戦し、加藤総平、横山徹、石津雄介、田中八郎、この4名によって、優勝を飾るとともに4位までを独占した。1965年、昭和40年10月、K45 型オフ。 水冷直列4気筒エンジンを搭載した1500発売。デボネアの6気筒用シリンダーブロックをベースに、ボアを広げて4気筒用としたもの。最高出力 70PS 最高速度時速 140km 外観は丸型4等式ヘッドランプとなり、また線と基本的ボディデザインは共通ながらも、全長、ホイールベースともに延長された。 1966年、昭和41年9月、コルト1回、コルト800のボディ 2000cc ユニット搭載デビューと、同時に、セダン1000も 1100cc、K44 型オフ、水冷直列4気筒エンジンへ変更。最高出力 58PS 最高速度時速 135km、日本メーカーとしては、初の1.1リッターユニットで、 プラス 100cc の余裕で有名な初代トヨタカローラのデビューより2ヶ月早かった。1966年、昭和41年12月、1500スポーツセダンを追加。1100のボディに1500用パワーユニットを搭載。最高出力は 70PS と標準型1500と変わらず。最高速度は時速 145km。 1100スポーティデラックスと共通の黒塗りフロントグリルが装着され、メカニズム面では三菱車としては初のフロントディスクブレーキが採用された。1968年昭和43年5月マイナーチェンジ。世代系は角型ヘッドランプとなる。ボディは1500のものに一本化され、また従来の 1100cc は 1200cc、け46型オフ。 水冷直列4気筒エンジンに変更された。メカニズム面では、チルトステアリングを採用。1200は、最高出力 62PS 最高速度時速 140km。1968年、昭和43年8月、1500スーパースポーツを追加。標準型1500に対し、圧縮比8.50.0に高め。 また SU ツインキャブレターを装着して、最高出力 85PS 最高出力時速 155km。1969年、昭和44年12月、コルトギャランの発売開始に伴い、1200のみに、車種整理されるが、翌1970年、昭和45年11月をもって、販売終了となった。1969年、 昭和44年12月にコルトギャランが発売されるが、コルトギャランはトヨペットコロナやダットサンブルーバードのライバルとなるべく車格が大型化したため、三菱のコンパクトセダンが復活するのは1973年、昭和48年登場のランサーまで待たなければならなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。